これは福島を含む17道府県のまん延防止等重点措置の延長を決めた政府の方針を受けたもので、来月6日まで県内全域の重点措置と県独自の集中対策を継続します。県は引き続き酒類を提供する飲食店などに対して営業時間の短縮を要請し、それに伴う協力金の支払いを継続するということです。また県民に対しては、県をまたぐ不要不急の移動や5人以上の会食など感染リスクの高い行動を控えるよう呼びかけています。